今年もまたフルオーダーウィルソン2022年モデル完成したので試合で使ってみました。ようやく2022年、はい、私の相棒が出来上がりました。何それ。今回あ、オーダーしてましたっけ。したんですよ。うわ、よろしいですか。はい、いきますよ。はい、ブワーン。うわ、なんだこの銀シルバー。すごいでしょ。あ、これ斬新ですね。ゴールドとシルバーとグレー、ラベルは最新です。見たことないですね。おしゃれでしょ。うん、今回はですね、こういった形のデザインで仕上げさせていただきました。なるほど。金を入れすぎたかなと思ったんだけど、意外といいバランスです。金も前回と違う金、前回採用したのが M ブラックっていう、うん、まあ、メタリックのね、はい、ビンピカビンの黒をやりましたけど、今回ゴールドということでまたちょっと違った色味、玉はみとか、はい、あ、ヘリとかに使ったんだけども、でさらに今シーズンのオーダーから新しく採用されてるのがこのウェブの色、違うでしょ。なんだそれ。金とグレーになってるんだけど、はい、ここ変えられるっていう。へー、うん、今回 HF にした理由が、去年殿崎選手と、うん、やりましたね、撮影させていただいた時にウィルソンの職人さんいらっしゃって、はい、でこの86型こういうにしよう、はい、この型の時っていうのに一番適してるのはやっぱ HF なんですってお話をいただいて、あ、そうなんだと。全然あの問題なかった、取りやすかったですって話したんだけども、ぜひ HF で試してほしいって話だったので、まあ、それを採用して、でこういう HF みたいな形の二色展開にしていく。すごいなこれは。でさらには、はい、こちらが86型です、はい、今年87型です。ありがとうございます。ワンサイズ大きい。あ、へえ、さらにワンサイズちょっと大きい感じの。ああ、確かに指が長いかもしれない、ね、そう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 、殿崎選手と一緒です。あ、そうですか。うん、へえ、一瞬もテクニカルな感じだっけ。そうでしょう。今回この親指のところには、M 徳田1段目にシルバーかな、はい、刺繍ミスですか。違いますよ。違いますか。1段目にシルバーの M 徳田大きめに入れて、はい、そして2段目にゴールドの M 徳田を入れるという。そういうこともできるようになった。できるんです。でさらにシャープ0番号ですね、背番号でアッパレ、全部影がついているという。そうなんです、そうなんです。続いては平裏の刺繍ですが、このグラブの平裏の刺繍は魂そのものだと思いませんか。実際私は昨年のウィルソンのオーダーグラブでは凡事徹底というそういう文字を入れました。これはどういう意図があったかと言いますと、長年野球をしていると当たり前のことをおろそかにしがちだなというふうな自覚もあったので、改めて文字にすることで攻守ともに当たり前のことを当たり前にやるということをやってきたわけでございます。そんな中、私今年の魂は全国制覇とナンバーワン。1段目には全国制覇、そして2段目にはナンバーワンと。影のように、やっぱこういった形のね、やっぱ心に期して。なるほど。去年も入れましたから凡事徹底と、はい、決意みなぎるやっぱグローブ、はい、そういった意味ではやっぱ今回もうてっぺん取るんだと。もう決意出てますね。17年以降取ってませんから、はい、全国を取るんだと。でさらにナンバーワンっていうのはやっぱりサードで、そしてやっぱ2番という立ち位置でやっぱ全国をこう見渡しても、ナンバーワンになっていきたいなと、はい、それぐらいの気概を持ってやっていこうという。なるほど、魂が入ってますね。でさらには背面にやっぱスーパースキンを取り入れて、うん、軽量感を出す、これ結構重要。これ革だけだとね、結構87型だと付けさせてもらったんだけど重さ感じた。でかくなりますもんね、うん、だけどこうスーパースキン使うことによって背面にやっぱ軽量感、これを出して軽快なプレーをしていこうという。なるほど。そういったことで今回作りましてありがとうございます。というわけで早速試合前のキャッチボールなどで使ってみました。ご覧ください、どうぞ。まずウィルソンの特徴、改めて言うとデュアル構造ですね。ボールが中心に集まる設計になっているという、背面にこの玉はみが 2本入ってるんですけども、そういった形の中から、あ、また87型大きくしたことでボールを包み込むような補給感が増したかなという感じはしました。私サードですけれども非常に気に入りました。こんな感じで、いつ
スもあるようでなかった色を出してきますよ。そうだね。また先ほども言いましたけども、この背面はスーパースキン、これは本当におすすめです。操作性が上がります。軽くなるんでね。なので長いグラブでも全く違和感なし。ショートはすぐ真似してくるな、サードの。そういうことか。そうなんです。ジュンがですね、この前まで使っていた私のウィルソンをちょっと試させてくださいということで使っています。ちなみにこの試合1球だけゴロが飛んできました。こんな感じで練習や試合を重ねていきながらしっかりと育てつつ、またこのね、育った感じ紹介していきたいなというふうに思います。おまけー。あー、よいしょー。大きさ感じる？いや、まあ言われなきゃ分かんないですね。そうだね、意外とね、うん、生でこう比べるとあれだけど、このワッペンおしゃれよね。それいいっすね、ラベルね、うん、すごいおしゃれ。はい、ウェブファイブ。どうしても上機嫌になっちゃう。春うららです。カーラー。2番サードのナンバーワンって宮本さんとかだよね、やっぱな。まあ、6番とかになっちゃうけど、最球界でね、しっかりこうそれぐらいやっていきたいよね。全国制覇するサードはやっぱそれぐらいじゃないとダメだ。はい、ほっ、よし、パーホーン、アウト。硬さはないですか、その金銀は。全くない、屈折していくところに金銀あんま使ってないんだよね。ここスーパースキンだし、はいはい、でこの辺りも特に曲がんないし、ここもそんなにグッグ曲げないし、はいはい、っていうところで、ただ全然感じないよ。うん、はい。うわあ、当たった。87だから当たった。いや、取ってほしかった。87だから当たった。ポジティブ。すげえ。ポジティブ。今取れねえと思ったよな。無理だと思いました。おい。いや、本気出せば伸ばせたら。取れるってことです今の。ちょっともう、あの、取れないなと思っちゃったから、うん、すげえ、87。はい、よっしゃー、あら、縦に縦に縦に、よっしゃー、日本一優勝。日本一のサードが最後騒いだ。